is the local train bound for Kurihama, departing at 12:15 p.m.皆さんこんにちは、シューチャンネルです。撮影日が1月30日ということで、本日は中央線のグリーン車公衆輸送が実施されます。中央線は今年中にグリーン車サービス開始する計画があります。 E233 系0番台に組み込むということで、57編成分横浜で製造されます。正直グリーン車公衆輸送の撮影初めてなのですごく楽しみです。それにしても逗子駅折り返しの列車が多いですね。公衆輸送の列車が来るまで時間があるので、 E217 系などを撮影して暇つぶしします。この E217 系切り離しするみたいです。グリーン車公衆輸送の牽引と思われる DD200 が来ました。この先にグリーン車が留置してあるんですね。20分後、先ほどの DD200 がグリーン車を引っ張ってきました。もしかして、踏切のど真ん中で一時停止してる？今回は17、18、19、20編成用の公衆輸送です。横須賀線のグリーン車の後ろに中央線のグリーン車が見えるのは新鮮です。8両のグリーン車が連結されてるのは結構珍しいですよ。台車もすごく綺麗ですね。しっかり所属表記は省略されてます。
DD200 のとこまで来ました。コース輸送の連結部はこんな感じです。コース輸送は貨物列車の営業運転になるので、グリーン車の連結機を機関車に合わせてます。よく見たらこの DD200 愛知機関区所属じゃないですか。てっきり新鶴見機関区の機関車が牽引すると思ってました。私がこの前見た愛知機関区の DD200 は21号機でした。車内から DD200 の運転台が少し見えます。4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。先ほど言いましたが、グリーン車の連結機は N ゲージでいう TN カプラーなので、それを機関車の連結機にうまいこと取り替え、連結可能にしてるんです。武蔵野線205系のジャカルタ配給の時もそうでした。217系がやってきましたが、停車中にコース輸送列車が発車してしまいます。これで本日の動画は以上となります。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。